沢カマです。キャプテンオブインダストリー実況パート18やっていきましょう。前回ですね、ついに夢にまで見た、包装食品を作ることができました。はい、今12個かけがえのない12個の包装食品がたまりました。嬉しい。まあ、ただこれは包装食品を使って、さらに発展させていこうみたいな思惑はなくて、まあなんかこの思い出作りみたいなねそういうようなまあ意味合いのね、建設でしたと。その中でですね、1個問題が出てきまして、はい、こちらですね。これ地下水を吸い上げる、揚水器なんですけど、見てください。地下水リソースが少なくなっているということで、もうこのね、この柱、これが地下水なんだけども、前はもっと上まであったんだけどね、こんなに短くなっちゃって、まあはい、なのでこのままだと地下水が枯渇してしまいます。枯渇してしまうと、この辺り一帯賄っている水が供給できなくなって、畑が全滅したりとかね、生産工場が止まったりするっていう悲惨な結果になってしまうので、今回それをなんとかしていきたいなというところが、まず一つやりたいことで、合わせてここですね、これですね。はい、発電機をぐるぐるっと回してるんですけれども、その時に出てくる副産物の、はい、今出てきましたね、このエラー、低圧回転式原動機は蒸気無圧を搬送するために輸送が必要という、めちゃめちゃ回りくどい言い方してますけど、ここの、エンジンで生み出された無圧蒸気っていう、まあ、蒸気をここのね、冷却塔で冷やして水にしてるんですけど、この水の、吐き出し先のね、このパイプがいっぱいになっちゃって、無圧蒸気を冷却できなくなっちゃってますよっていうことをおっしゃってますと。いうことで、さっき見た向こう側のね、地下水が足りねえって、水がないって言ってんだけど、こっちは逆に水が余ってるって言ってるのね。なので、これをちょっとなんとかね、向こうのマイナス、こっちのプラスを合わせて、プラマイゼロになんとかできねえかなっていうのをやっていこうかと思います。そしてもう一つ、前回ですね、見てください。もう頼もしいでしょ、見た目が。はい、手法をパワーアップして、戦闘力アップしましたね。なので、ちょっとね、海の探検もしていきたいなっていうのと、あとは今研究何もしないからね、研究を進めていきましょうか。とりあえず研究選ぶか。何しよっかな。これワクワクするんだよね、研究選ぶの。まあ、ただ、私の最終目的はやはり、すごい先だな、やっぱり。これですね。ロケット組み立て打ち上げ、ここに行きたいので、できれば最短距離を突っ走りたい思いでいっぱいなんですけれども、最短距離を突っ走るための、なんか前提条件を満たそうとするとね、なんだかんだ、他の技術も必要になったりしてね。今ここまで来てんのか。研究施設4まであったから、化学工場2とか、水素製造とか、ここら辺をやっていけば、先へ進むことができると。なんかいまいち今時点ではあまりすげーって感じはしませんけども、とりあえず研究。そしてシリコンはまだいけないのか。先に水素製造だね。水素。まあまあいいや、やりましょう。はい。で、今やったうちに思い出したんだけど、前回最後に病院もアンロックしたよね。はい。病院も作っていきましょう。なんかやること盛りだくさんだな。頑張って、気張って、やっていきましょう。まずは、水をなんとかしましょうか。ね。ここの、揚水器、汲み上げ器を全く使わないっていう前提でだね。うん。水を確保したいので、で、さっき言った通り、こっちで水が余ってはいるもののですね、正直多分これそんな量出ないから、10秒で水2しか出てこないから、全然なんですよ。なのでこれだけじゃ全然賄えないので、ここら辺から汲み上げるか。海水を汲み上げまーす。これ、ドボドボ流してるすぐそばで組み上げても大丈夫だよね。そこら辺は気にしないよね、きっとね。はい、ここら辺からいけるね。組み上げます。ただこれは海水なので、基本蒸留器で水と塩水に変えましょう。で、海水はとりあえず一回捨てちゃおっかな。
塩にすることもできるけどね。でも今塩余ってるでしょ、多分。余ってますよね。そうだよね。塩いっぱいあるんだもん、ここ。だから、いいかな。で、海水用水器は、10秒間に海水を20吸い上げる。で、それを蒸留器が、10秒間で10しか消費できないから、蒸留器もう1個あるといいかな。ね。よし。こんな感じかな。はい。海水吸い上げる。貯める、蒸留する、真水を貯める、塩水は、こっから捨てる。ふんふん。で、真水をですね、こっちで使いたいので、ちなみに今、この揚水器の水汲み上げ能力って、10秒間で8か。それが3台あるから、10秒間で24。結構なもんだね。10秒間24か。で、ここすごい複雑に絡み合ってるんだけど、蒸留した水どこに繋げれば行き渡るのかというと、ここ繋げれば良さそうですね。であれば、こいつもいらないかな。雨水貯留施設。で、即時撤去。で、そこに持ってこよう。こうして、こうかな？うん。とりあえずこれは作ってもらおう。そして、もう一方のこちらですね。冷却と水を作れない状況になっているところ。これはなんで作れないかっつうと、ここから、ここの配管がいっぱいになってる。ここもいっぱいになってる。この水はどこ行ってるかっつうと、なるほどね。蒸気を作ってんだね。これさ、配管3っていうのもなかったっけ？研究。あった！配管3。これやりてえかも。これ欲しいとこだよね、本当はね。これがあれば、目詰まりすることも減るんじゃないかな。ちょっとただ今すぐ研究するのは厳しそうなんで、まず排水処理、急に追加。そして配管3も追加。まあこれはちょっと後ほどになっちゃうので、とりあえず今この状況をどうしのぐかというと、こっち側につなぐ？この地下水汲み上げ機のところに。よし。はるばるやってきました。オッケー。これでつながるはず。ただこうやってね、張り巡らせちゃうとさ、あれ？待って、この高さまずいか？これじゃあ、トラック下通れないな。これダメだ、これ。ダメ。はい。これなら、いいかな。これならいけそうな感じしません？多分いけると思う。いけるね。大丈夫ですね。はい。あとはこれで、石炭を運んでもらえば OK。あ、来た。はい。石炭も来ました。だと、うん。いいね。水を作ってます。水が運ばれていきます。いいよいいよ。ちょ、待って。これ超意味ねえな。せっかくこの坂を作ってるの、坂の上通してどうすんの？下通さないと、これ。はい。こうだね。うん。これで OK です。はーい。さあ、で、この水が、こっちにも流れていきますね。水処理施設に流れていくのと、あとは、こちらの、はい、もともとあった地下水汲み上げ機。これ、一回止めるか。試しにこれを止めて、支障なく動くかどうかをちょっと見てみようか。おっと、待って。住宅の水がゼロだ。これは水が足りてない。なぜかというと、早速さっき俺が作った、ここの仕組みがうまく働いてないような気がします？これは。え、待って。排撃が間に合ってない。はぁ。出力満杯。そういうことか。この排撃って、こいつだから、これ塩水も捨ててるから、間に合わないんだ、一個じゃ。もうずっと、捨てっぱなしでしょ。しかもずっとこれ塩水じゃない。
ダメだ。もう一個作ろう。塩水と廃液は完全に排水口を分けましょう。こうだな。よし。これで、あー、いえ、すごい勢いだ。ドボ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 。これでユニティも多分回復するんじゃない?多少は。はいはい。ユニティ復活したね。よかったー。焦ったー。で、水は足りてるか足りてないかというと、今んところ大丈夫っぽいかな?畑の水が足りませんみたいな警告も出てないしね。あ、待って、こっちもあるのか。あ、これも地下水用水器だ。もう一個あったぞ。この子に俺作ったっけ?こいつはどこ運んでるかっつうと結構使ってるな。あー、ここの畑とか、ここの畑。あとは、こっち側にも伸びてるな。これなんだ?どこ行ってんのこれ。ん?あー、はいはい、セメント工場か。セメント工場はもう水いらないんじゃないかな。ここ確かそうだよね。こっちでも海水吸い上げてるもんね。これいらないですね。これを方向を切り替えます。反対向きにする。逆に、ここで生み出された水を、こっちに送ろう。こっちに。そうすれば、ここの地下水揚水器を止めても、引き続きこちら側に流れていくわけだよね。あ、でもあれか。地下水ってさ、雨が降ると実はちょっと回復するらしいんだよね。だから使ってない、ここだけ?ここ一箇所だの地下水揚水器だけだったら、多分、徐々に地下水溜まっていくんじゃない?そんな気もするんだよな。だからここ止める必要ないんじゃないかっていう話ね。そうだな。そうしよっか。いいや、ちょっといろいろ言ったけど、やっぱりここ撤去しましょう。はい。壊しまーす。で、こいつだけは吸い上げ続けよう。それでいいや。さあ、水はうまく回ってるっぽいね。俺にしてはめっちゃうまくいったな。あーと思ったら、トウモロコシ水不足で乾燥しますって書いてある。あはうっそー。ここは水どっから取ってるかっていうと、こっからだから、結局はそうか。やっぱここなんだな。ここがうまくいってまいないってことですね。ということは、わかりました。もうワンペアこれ作った方がいいな。足りないんだ。でもこれここまで来るともう石炭も運べないな。あれか。石炭用の一個、バラに貯蔵施設を一つ、どうなったらいいかな。ここら辺に作って、こっからベルトコンベアにしよっか。よし。さあ、これでどうだ?水の供給量倍になったからね。あ、見て。ちょっと地下水増えてない?最初の頃より。気のせいかな?増えてる気がするけど。はい。よしよし。いいぞ。さあ、そしてですね。私、病院を作りたかったんだよね。病院行っちゃいます?診療所か。これが、なんか医療機器を使うんだよね。これですね。鋼材と合成樹脂で医療機器か。合成樹脂はたっぷりあるけど、鋼材がな、鋼材が今少ない8しかないもんね。これなんでかっつうと、入力不足、溶融鋼がない。溶けた鋼。溶融鉄がない。あるけど、あ、スラグがいっぱいだって出ました、スラグ。スラグさあ、もうさあ、これ困るんだよね。もう全部空にしちゃおう。捨てちゃおう。ね。空設定にすれば多分来るでしょう。ほら、来た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 。いいぞー。じゃんじゃん捨ててってよ、もう。うわ、すげえ来るな。やば。診療所。よいしょ。置いてみる?で、入れるものはというと、これ両方とも多分医療機器だよね。なにこれ?入力って。医療用具?医療用具?ん?医療機器と消毒液から医療用具を作れるんだって。ん?待って、医療機器だけじゃダメ?
消毒液でどうやって作るのこれ。エタノールと合成樹脂で消毒液。あ、そう。エタノールね。エタノールは、トウモロコシペーストと酸素でエタノール。じゃあ作らざるを得ませんね、これは。やりましょう。どっか畑でトウモロコシもう一個作るか。今ね、トウモロコシ一個しかないんだよね。ここだけかな。ここの灌漑農場だけしか多分ないよね。ここかな。はい。で、そこで、トウモロコシだけ？トウモロコシと、野菜かな？野菜がね、少なめなんですよね。野菜。で、とりあえず、エタノールを作んなきゃいけないから、酸素はここにあるか？酸素って多分結構今使ってんだよな。もう一個これ作るか。大気分離施設。この辺りに大気分離施設。で、酸素とトウモロコシを使って、この発酵素？あ、ちょっと待って。先にあれか。トウモロコシをペーストにしなきゃいけないのか。いやー、なかなかですよ、これは。水とかどうしよう。持ってきてもらう？あ、見てください。こっちに潤沢な地下水があった。やった！こっから汲もうか。それがいい。地下水用水器を置きます。やったねー。で、発酵素を、こっちでいいかな？こういって、酸素を入れて、トウモロコシペーストを入れると。はい。すると、CO2 が出てくる。今のところ使い道ないかなと思うから、もう大気中にガンガン行ったれ。温暖化だ。温まるぜ。で、エタノールがやっと出てくるのか。エタノールも一回液体貯蔵施設に打ち込みたいですね。で、医療用具のために消毒液が必要。消毒液はエタノールと合成樹脂ですと。化学工場で作る。で、一方で、今度は、メス作んないと。医療機器。組み立て工場。また電気使うなぁ。はい。うん。で、そこに、箱詰めでいいよね。箱詰めでいいよね。あった、医療機器。はい。で、出来上がった医療機器と、消毒液を2つをもう一回、電動工場で、よっしょ。最終的に医療用具にすると。よし。出来上がり。これ大変だぞ。すごい数だけど。めちゃめちゃ作ってっけど。ちょっと頑張ってみましょうか。あ、やっと船舶の修理すべて完了しました。養鶏場食べ物足りない。知らない。ちょっと、冒険しに行きましょうか。このあたり。うん、宝箱をゲットできます。敵のバトルスコア260、余裕。行きましょう。あ、船が先頭入りました。まあ、余裕ですよ。はい。ほらほらほら、全然余裕だもん。ほら。超余裕じゃん。さあ、何もらえたかな。ドン！あ、電波探知装置2だって、やっと。嬉しい。それあれだよね。これだ！船橋3! こいつですね。戦況がさらにパワーアップ。エリア探査のためのレーダーも改良されている。ふーん、いいんじゃない？追加しとこう。よし、トウモロコシ入りましたー！さあ、これをペーストに今しましたね。ペーストが流れてゆく。こっちか。これペーストか。ん？あ、もうさらにこっち入ってんのか。おー、作ってる！発酵素で。エタノール。作ってる作ってる、いいぞ。よしよし。で、エタノールは、できてない、こっち。ちょっと待って。うっそ。あ、まあいいや。まあ、ここにとりあえず溜まるよね、エタノールで。はい。溜めといて。これできてないね。建設関連部品3が、在庫はなかったんだよ。そう、さっきまでちょっとね、俺止めてたんだよね。建設関連部品3の工場。再開するの忘れてたわ。はい。次はここ。
貨物船がなんとあります。これ敵を倒せば貨物船3隻目ゲットかな。よし、いけいけ、余裕です、余裕。あー、くそ、ギリギリ20ダメージだけ食らっちゃったね。まあいいでしょう、完封だよ。よし、損傷した貨物船発見、やったー、いいねー。よっしゃ、できましたー、関空工場。さあそこでエタノールと合成樹脂で消毒液をお願いします。おー、何これ、ちょっと待って、これどうなってる。お、すごい、へえ、これが消毒液なんだ、面白。そしてはい、今医療用具が出来上がろうとしております。さあどんなんだ、見たい。おーっと、これか。あー、いいですね、治りそう。お、やった、これ医療用具持ってくね。いいよいいよ、持ってって持ってって、ついていきます。押す、いっけー、病院へ。ついに病院初稼働だね、やったー。はい、おー、入りましたね。ん、1分間で 6.2 使うの。あ、じゃあ全然足りないな。でもユニティが 0.72 プラスなのか、で健康プラス15。へー、はい、今回は病院を作りました、やったー。意外と大変だったね。医療用具、あー、でも結構溜まってきたね、100あるわ。おー、いいじゃんいいじゃんね。医療用具、これもう一個医療用具やると、さらにユニティ 0.7 プラスか。おー、いいね、これすごいいいじゃん、こうしようか。そしてこの地下水を汲み上げるところのね、地下水揚水器を止めて、その代わりに海水をですね、はい、ここでギュッと吸い上げて蒸留するっていうね、真水を作る方法に切り替えました。地下水ちょっとは回復したかな。あ、ほらほら、ちょっと増えてるよね、地下水のこの棒。やったー、回復してきました、嬉しい。はい、ということで今回はなかなかうまくいったんじゃない。うん、割といい感じな気がするわ。ちょっとなんか達成感あるもん、今すぐ俺。はい。じゃあまた次回もやっていきましょう。次回は、まあ今研究いろいろ進めてるからね。その研究系、あ、養鶏場食べ物足りないって言われてるんだよな。鳥柄なっちゃう。まあそのあたりもちょっと次回やっていこうか、じゃあ。はい、ということでじゃあここまでにしましょう。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。